住宅ローンアナリストの塩澤です。本日のテーマはこちら、メガバンクネット銀行の変動金利上がりやすさに違いはある、これについてご説明したいと思います。で、以前ですね、視聴者の方からこんなご質問をいただきました。メガ、ネット銀行、地銀、新金に変動金利の上がりやすさに違いはありますかというご質問です。まあ、最近ですね、こういろいろとこう円安とかもあって、まあ、金融政策が緩和がですね解除されて、まあ、金利が上がるんじゃないかみたいな形で不安になっている方も多いかと思います。まあ、その際にですね、よりまあ金利が上がりづらい銀行を選びたいというふうにお考えの方も多いんじゃないかなと思います。で、今日はですね、この4つの金融機関が書かれていますけれども、メガとネット銀行、これをですね、取り上げて、本当に変動金利の上がりやすさに違いが、まあ、あるのかないのか、これについてご説明したいと思います。金利上昇シナリオですけれども、私が考えているシナリオはこちらとなっておりまして、まあ、結論2035年以降の金利上昇かなと思っております。まあ、ステップ1がちょうどこうインフレ状態の移行、ちょうど今ここですね。で、ステップ2が賃金の上昇と、バブル世代の退職がまあきっかけになると思っております。そうすると、ステップ3で安定的なインフレ 2% 達成となって、ステップ4ですね。ようやく、まあ、日銀がマイナス金利解除して、金利正常化にするだろうと。で、その後、ステップ5で基準金利ですね。いわゆるその、まあ、短期プライムレートと連動するものですけれども、これがようやく上昇して、変動金利が本格的に上がり始めるだろうというふうに考えております。ですので、変動金利を一度借りてしまった後はですね、この基準金利が上がるのかどうかというところがポイントとなります。で、皆さん、一応ちょっとおさらいですけども、変動金利の決まり方をちょっと簡単にご説明します。で、適用金利、いわゆる皆さんが借りている金利というのはですね、基準金利から引き下げ幅を引いた残り部分となります。例えば、まあ、基準金利が 2.475% だった場合、引き下げ幅、これがいわゆるそのディスカウントですね。2% としたらですね、差し引き 0.475% が適用金利となります。で、この引き下げ幅はですね、完済するまで常に一定です。ですので、基準金利が下がれば、適用金利も同じようにですね、下がりますし、逆に上がれば、適用金利も上がるという形となります。なので、まあ、変動金利を借りた後は、基準金利が非常に重要だと。まあ、これ次第だということになるんです。で、その基準金利の決め方なんですけども、大きく2パターンございます。で、1つ目が、法人向けの金利をベースに決める銀行ですね。まあ、よく短期プライムレートプラス何パーセントっていう形で決めることが多いですけれども、この短期プライムレート、単プライがですね、法人融資の金利なんです。なので、まあ、法人融資をベースに決めるという、まあ、銀行があるというところが一つと、あともう二つ目がですね、リテールビジネスを、まあ、踏まえて決めるというところです。まあ、リテールビジネス、わかりやすく言うと住宅ローンビジネス。まあ、これの、まあ、収益状況、これを踏まえてですね、決めるというのが、もう一つの決め方です。前者はメガバンク。で、後者はですね、ネット銀行が来るやり方となっております。まず一つ目ですね、メガバンクが採用している、その法人向けの、その金利、決め方についてもうちょっと具体的に見ていきましょう。で、こちらがメガバンクの商品概要の抜粋ですけれども、まあ、この三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行ですね、ちょっとこう赤線のところ、関係あるところを引かせていただきましたけれども、基本的には先ほど申し上げました、短期プライムレートに、まあ、連動する形で、基準金利を決めますよというふうに、まあ、それぞれの銀行が書いております。で、この短期プライムレートの決め方なんですけれども、まあ、どういうふうにして決めてるかといいますと、まず、各行が独自に決めてるってことなんですね。よくいろんな銀行が共通して、まあみんなでこう、まあ集団で決めてるみたいな形で思われる方が時々いらっしゃるんですけど、そうではなくて、タンプラ自身もですね、各行が勝手に独自に決められるものだということです。あともう一つなんですけれども、そのタンプラ自体どうやって決めてるのかなんですけれども、まあとあるですね、大手銀行の住宅ローン部長さんに、ヒアリングしてみました。で、結論、資金調達コストが一番大きな要因だというふうに言っていました。要は銀行さんはですね、預金を集めてきて、それを住宅ローン融資という形で回すと。なので、預金もその集めてくるコストが高くなれば、同じように住宅ローンを融資するコストも上げるという、まあ、こういった形ですね。まあ、この方曰くですね、日銀が利上げすれば、まあ、タンプラも上げますよという、まあ、そういった回答をいただきました。で、続いて、ネット銀行。まあ、こちらのですね、基準金利の決め方もちょっと見ていきましょう。au 自分銀行とソニー銀行、それぞれについて見ていきたいと思います。で、au 自分銀行ですね、まあ、関係しそうなところ、ちょっと赤線引かせていただいておりますけれども、市場金利をもとに、下記事項を勘案して、au 自分銀行独自の判断で決定する。で、具体的にはですね、まあ、これもいろいろバーっと書いてますけれども、au 自分銀行さんの住宅ローンの貸し出し資金を調達するためのコストですとか、まあ、審査販売に必要な事務営業コスト。あとは、まあ、自分銀行さんの収益金利情勢などで決める。で、もう一つ、ソニー銀行を見てみます。で、こちらもですね、関係するところで、バーッといろいろこう、まあ、書いてるんですけれども、注目すべきはですね、この資金調達コストのところなんですね。もっと
も大きな変動要因は資金コストで、このコストは変更日前数ヶ月における銀行間で取引されている金利の動向や国債の利回りの動向など該当する機関の指標と連動して準備します。ですので、まあ、いろいろとですね、住宅ローンの収益っていう、まあ、ビジネスの収益っていうところを踏まえて決めるんですけれども、一番大きな要因というのは資金調達コストだというふうに、このマネット銀行も言っているわけです。ですので、まとめると、まあ、メガバンク、まあ、これは基本的に法人融資の金利、まあ、タンプラで決定する。で、ネット銀行はですね、まあ、法人融資ですね、住宅ローンビジネスの環境に応じて基準金利決めますということなんですけれども、その両者ともですね、結局は資金調達コストが、まあ、主なファクターとなっています。で、この資金調達コストっていうのはですね、基本的に日銀のマイナス金利政策にこう紐づいてるということなんで、結局はですね、こういろいろとこう辿っていくと、日銀の政策に行き着くということなんですね。ですので、これ裏を返せばどういうことかと言いますと、日銀が利上げすれば、どの銀行も基準金利、これは上げますと。ですので、そう考えるとですね、上がりやすさに大きな違い、これはないんじゃないかなというふうに考えております。で、加えてですけれども、今銀行間で激しい金利の引き下げ競争が出てるんですね。まあ、こちらのグラフですけれども、地銀、メガ、ネット銀行の、まあ、それぞれの変動金利の平均金利の推移を、まあこうまあ、グラフに表しているものですけれども、どん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 下がってきていて、今はですね、この、地銀、メガ、ネット銀行3つがですね、まあ、3つのものに戦いをしていると。ですので、まあ、激しくこう金利のですね、まあ、決め方というところですけれども、牽制し合っているので、まあ、簡単に上げられないという状況です。ですので、まあ、そういったその牽制、まあ、環境もありますので、すぐにですね、どっかの銀行だけがバンバン金利を上げるっていうのは、ちょっと考えづらいかなと思っています。で、1点だけですね、ちょっと留意点ですけれども、そのネット銀行の中でも、楽天銀行さんだけは、ちょっとですね、基準金利が不思議な動きをしております。これは直近、まあ、1年、2年ぐらいの基準金利の動きですけれども、こちょこちょ基準金利が動いているということでございまして、まあ、あまりですね、この期間というのは、金利環境に大きな変化はなかったんですけれども、まあ、楽天銀行さんはちょっとまあ独自のロジックで変えているというところがあるので、まあ、ちょっと楽天銀行さんにつきましては、こういうことがあるんだなというところは、ご留意いただければなと思います。で、最後ですけれども、まあ、とはいえですね、もし、どっかのネット銀行がですね、ガンガンこう、まあ、金利を勝手に上げるというふうになった場合はですね、もう借り換えちゃいましょうと。まあ、他の銀行さんですね、おそらくもっと安い金利でやってますので、まあ、その銀行がもしあればですけれども、まあ、おさらばしちゃってですね、新しい銀行に乗り換える、まあ、これをされるといいのかなと思います。で、まあ、こちらの動画を見られている方はですね、住宅ローン選びについてですね、いろいろと検討されているかなと思いますけれども、ぜひ、無料のモゲレコという住宅ローン提案サービスをご活用いただければと思います。新規借り入れと借り換え両方に対応しております。本日はですね、メガバンク、ネット銀行の変動金利、上がりやすさに違いはあるか、これについてご説明いたしました。また今後もですね、住宅ローンに関する情報発信をしますので、よろしければチャンネル登録と、あとこの動画のいいねをですね、ぜひしていただければと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。